あの今たけさんのことをとか言ってますけど3月から11月ぐらいまで夏ですだよね、はい、本当に抜かれ期ではそうですよ先輩なんであんまり言いたくないんですけど、うん、変ですよちょっと待ってだから抜かもずれてるんだよ視聴者の皆さん全く参考にしないでください今日はおかしいことになっちゃう始まりました ZIP プラス3よろしくお願いしますお願いします今日はスポーツの田中アナウンサーと私ぬかりやでお送りしますお願いしますお願いしますすっかり衣装が秋らしくなりましたね確かに私のネクタイもあの、ね、茶色、ね、お借りしてる衣装も茶色で、はい、でぬかも茶色だもんねそうなんですなんかね、うん、今日アスカちゃんも赤で確かにそうみんな一気に三浦さんも茶色でちょっと秋が来たなって感じがしたんですけど改めて夏終わってしまいましたね、まあ、随分前に終わりましたけどたけしさんって常夏の匂いしますよねいやちょっと待ってぬかが言わないでください本当にあなたの方が常夏の香りするから本当ですか、はい、えでもなんか常夏 LA って感じよ本当に、うん、確かに LA できなかった、うん、LA えでもあの私たけさんのインスタよく盗み見こっそり見てるんですけど ありがとうございます、はい、別に、はい、あの、はい、まだサーフボードの写真を先週ぐらいに上げてらしてあたけさんはまだ夏を生きてらっしゃるんだなって思ったんですよいやそりゃそうですよ終わらせませんよ夏ピンクのボード持ってましたね、はい、あの基本的に僕はもうあのその家に帰ったら、はい短パンにタンクトップですからタンクトップなんですかタンクトップえそれって、うん何月から何月ぐらいまでそのスタイルなんですかあのねゴールデンウィークから早くない11月中旬ぐらいまで長いですねそう暦をだいぶ丸無視したいやなんかね不思議と、はい、ちょ40代になってから、はい、このねあの暑がりにね輪がかかったのよへえであの今まで、まあ、どちらかというとねこのねおじさんのタンクトップが苦手だった20代の頃結構、ね、見るでしょ、まあ、海とか行っておじさんタンクトップってなりたくないなと思っててでも気づいたらそうなってんのよへでそれで、まあ、ちょっと僕その、まあ、海の近くの方にこう引っ越したんですけれども、はい、あの今まではこの TPO、はい、タイムプレイスオケーションその、ね、TPO は、まあ、襟付きか襟なしだった、はいはい今は、はい、袖付きか袖なしになってるちょっと待ってだからオフはタンクトップで会社来るときは今日は僕ね T シャツいやあのそうだからフォーマル今日はぐっと緩くなってますねそう袖付きか袖なしが僕のこの TPO になってるのねこのなるほどオンとオフやっぱ海の近くに住むと心にもそういう余裕みたいなのが、うん、なっちゃってるねそう最高ですねでも最高ですようわでも確かにたけしさんあの会社で T シャツで見ること多い4月ぐらいからなんでそうだからもう、まあね、この ZIP はこのお借りしてる衣装でこうやって出させてもらってますけど、はいはい、基本 T シャツですねだから11月の中旬ぐらいまではタンクトップでしょT シャツだったら年越せるね越せませんよ、うん、いや越せる越せる今日だってお天気コーナーでもうちょっと上に羽織ればいいだけだもん本当に、うん、久保さんもちょっと今日は T シャツだと寒いかもしれませんって9月の中旬の今日言ってましたけどあれでもぬかもさ、はい、先週袖なかったよね私は、うん、あの今たけさんのことをこんな風にとか言ってますけど3月から私も11月ぐらいまで夏で過ごしてます私の暦では夏ですだよね、はい、本当にぬか歴ではそうでしょぬか歴ではもう2月、うん、バレンタインで過ぎたぐらいから、うん、そろそろ B3 出した方がいいかな分かる分かる分かります、うん、すごく分かるやっぱ、うん、暦変えた方がいいんじゃないですか日本の今2分の2で完全一致で3月から夏ですよちょっとだからぬかサマータイムみたいなの導入してもらっていやしたい、うん、そうなんか衣装も、うん、でもあのスタイリストさんがその私の変な暦を汲み取ってくださってか、うん、3月くらいからだんだん私袖がなくなり始めるんですよで多分スタジオ今日はあ今日もだ女性陣の中だと私が一番いつもあの冬に入ってっても涼しげな格好をしているので確かにちょっとその辺注目していただきたい色とかで頑張って秋らしさ出してるんですけどなかなか古袖になる日は遠いですだからなんかその自分の持ってる洋服も、はい、その基本的に T シャツであとはダウンって感じなのよめっちゃわかるセーターとかを持ってないえ一緒だそうだからなんかそのセーターとかを着てる人って本当なんかスマートでおしゃれだなっていう憧れがちょっとあんのよ。わかります。わかるでしょ。秋と春、うん、来ないんですよね。そう。タートルネックとかさ、吉明とかいっぱい持ってんじゃん。とっくり。そう。とっくり。うん。だからなんかそういう人って中でちょっとおしゃれで気使ってる人で羨ましいなと思う。え、
ちょっと頑張りましょう今年は。頑張る。秋ファッション。真冬でもさ、こうダウン着てて、でもお店に入った瞬間この T シャツになっちゃうからさ、脱ぐと。だ結構なんか突っ込まれること多くない？なんか下が。そう。え、 T シャツみたいな。あの、わかります。え、それ脱いだら袖ないのみたいなことが結構ある。そうなんだよね。うわ、やっぱちょっとメンタル似てますね。似てる。今年は秋のおしゃれ頑張りましょう。そうだね。七分袖とか買いましょう。七分袖流行ってんのそれ。流行ってない。普遍的に秋のテーマアイテム。そっかそっか。なるほど。やばい、ちょっと竹内さんが一回も買ったことない七分袖って。本当に。ちょプレゼントしますよ、ジップメンバーで選んで。来てくれなさそうだけど。切るよ。七分袖って言ってハテナが浮かぶ人初めて見ました。今日はですね、はい、持ってる大町七分袖。持ってないです。大町さんもだってちょっとおかしいですもん。あ、確かに。大町もこっち寄りだね。そう、ジップメンバー半分おかしいですけど、それで言ったら僕サンダルに関しては一年中履きますよ。3月とかも、うん、え、冬も。おかしい。はい、いつ冬、いつ履くの、どこで。え、ちょっと散歩とかコンビニ行く時とか。あ、まあでも履いてるか。履いてるんですか。履いてるね。なんかその逆にこのダウン着て、そのスウェット着て、だけどこの B さんっていうこの足がスースーしてるのが気持ちいいのよ。あ、それも完全にそれです。完全に。なんかこっからスースーこう入ってくる感じがして、そうすっきりするんだよね。え、ダウン着てるんですよね、上は。ダウン着てる。でも下は B さんなんですか。ダウンスウェット B さん、これが気持ちいい。なんかこの なんて言うんだろう、この足裏のこのツボマッサージじゃないけど、なんかこうね、はい、こう気持ちいいんだよね、すごく。ちょっと、え、ごめん、ちょっと試してみて。そうです、先輩なんであんまり言いたくないんですけど、うん、変ですよ。え、だっておかしい、おかしい。多分ご近所さんから、うん、あの人上半身と下半身の季節感おかしいよねって絶対言われてます。言われてるかな、ちょっとね。まあでも確かにね、ちょっと季節感のなんかある男でいたいなっていうのあるよね。本当に思ってます。ちょっといい年だからね。いい年だから。ちょっとあの足元は、うん、ぜひ靴をしっかり指の出ていない靴をこの秋は履いていただいて、そうだね、七分袖を着たら、たけしさんが季節感を手に入れたなっていうふうに思って大丈夫ですか。ちょっとその七分袖のイメージが湧かないんだよな。でもなんか長袖だとちょっと暑いというか、あの見た目がちょっとあったかそうすぎるけど、うん、手首とかあの首を出すとちょっと涼しげに見えるってあるじゃないですか。あ、それのあのそれが秋の定番。おしゃれな人、なんかちょっと乾燥機かけて縮んじゃいましたぐらいの丈なわけでしょ。って、まあ、そうなんですけど、乾燥機かけて縮んじゃいました丈、七分袖のことを。七分袖、そう認識してらっしゃるんですね。いや、なんかその、うん、あ、え、うちの部で七分袖着てる人いる。え、待って、ちょっと難しいな。ちなみに七分袖なかなか着ないよ。着ない。本当に。ちょっと待って、着るぞ。だからぬかもずれてるんだよ、俺と同じで。そっか、私も秋ファッションに対するイメージがちょっとおかしいですね。だって散々秋の定番定番ずっと言ってるけど。え、七分袖が定番じゃないんですか。定番ではないですよね。持ったことない。ダメ、この二人で季節のファッションの話じゃダメだ。ダメですね。ダメダメ、これダメだ、うん、事故事故。ちょっとあのごめんなさい、視聴者の皆さん、全く参考にしないでください、今日は。本当におかしいことになっちゃう。なのでちょっと一緒に勉強しよう。勉強しましょう。吉明とか畑下とか、ちょっとおしゃれな人からちょっと勉強しようぜ。学びたい。いや、うん、ちょっと本当に私も3月まで B さん、うん、あのあ3月から B さん、うん、その以降は全部ムートンブーツっていう生活をしてて、うん、極端だねって。もう完全もう海の人だよね、もう。あ、本当ですか、うん、あの全然内陸の方に住んでるんですけど、うん、でもそのムートンブーツは素足で履いてるわけでしょ。いや、靴下履きます。靴下履くんだ。一回それこそ私ずっと素足で履いてたんですけど、うん、あんまちょっと言いたくないんですけど、うん、ブーツの中がちょっと本当、うん、あの大変なテロに追いにが。言わなくていい、言わなくていい。そんなですか、うん、あの必死で新聞を詰めて水分を吸収させて、家庭的ブーツを復活させたってことがあったので、うん、もうそれが面倒くさすぎて靴下履くようになりました、うん、なるほどね。進歩、進歩だね。進歩です。だからこの B さんとそのムートンブーツまでの間のものはやっぱちゃんとね揃えていかなきゃだね。そうですね、うん、何なんでしょうね、それって。スニーカー、七分じゃない、なんか七分の七分靴、うん、え、七分靴。分かんないけど、ちょっとわけわかんないことになっちゃったので、はい、本当にあのごめんなさいね、あの、はい、全く参考にしなくて大丈夫な、そんな時間でした、はい、じゃあ秋ファッションを頑張る田中アナと私ぬかりやでお送りしました。以上、ジッププラス3でした。